バトルシーンの楽曲がどれもテンションが上がるとユーザーの方からの声が多いラストレムナントについてもちょっとお聞かせいただきたいんですけども、このゲーム全体を通してロック調で激しめの楽曲が多いということなんですけども、それは関戸さんが意図的にされた感じですか？これはですね、ちょっと話せば長くなるすぎるので、はい、ギュッとこうかいつまんで話すと、はい、インストレルソングサガっていうタイトルをお手伝いさせていただいてて、はい、高井博さんが新たにラストレムナントを立ち上げて、どうこのゲームの曲やってみないっていうことをお声かけいただいて、はい、高井さんロック大好きなんですよ。ジョン・サイクスというロックギタリストがいて、はい、それぐらいロックをのテイストを出したいということで、はいはい、で僕もロックは大好きだったので喜んで、はい、発注があってもともとロックテイストがお好きだった関戸さんにお声がかかったっていうことなんです、ね、そうです、素晴らしいです。もうその2行です、はい、バッチリです。リバーサルという楽曲、かなり激しいギターサウンドでバトルシーンのテンションが上がるんですけども、こちら制作の時に何かこだわりなどはありましたでしょうか？若井さんがもう思いっきりやっちゃってみたいなオーダーがあって、思いっきりやっちゃってっていうのは、まあ激しいアップテンポの曲で、まあゴリゴリのロックかなと思って、そういうイメージというものを形にしたんですけど、これ一発 OK 出たんですよ、デモを送ったら。はい、そのデモをブラッシュアップした後に高井さんが飛んできて、なんかトゲなくなったって、丸くなってるって、これじゃないってなって、また元に戻したみたいな、そういうエピソードもあります。ラストのムービーで流れますエンディングテーマ楽曲のジャーニーズエンド、少し切ないギターサウンドから始まって、後半にかけては、力強さもあり、非常にこのゲームっぽい壮大な一曲だと言われておりますが、この楽曲に対しては何かこだわりとかはありましたでしょうか？ラストレムナント自身が、まあ、ロックの荒々しさと、まあ、シンフォニックのこの雄大さといいますか、それをなんとか調和融合させれないかっていう、そういうのも考えながらやってましたので、そういう意味ではこのエンディング曲は、いい感じで目標をクリアできたのかなと思ったりします。